おはようございます。10月12日第53回ポゴナカワイアニマルラジオになります。今日は北海道にいてね、今ホテルで、動画というか、まあ音声のみ録音している感じです。今日の写真はね、アウロキャピタートっていうね、あの黄金箱亀って言ってね、あのすごい、あの高い、昔本当に高かったんですけど、今だいぶお買い得な金額にはなった亀なんですけど、まあ昔からアウロ様って呼ばれるような亀ですね。でそれがちょっといたので、触らせてもらって、動画を撮らせてもらいました。まあこの辺のね、あの亀の、動画は今日は無理かな、今日明日とかには多分上がると思うんですけど、まあ今日か明日、あの、まあ、もしね飛行機待ちの時間でね、あの作れれば動画を作ってあげちゃうと思うんですけど、まあいろいろあの面白い亀がいてね、まあ、今回はその他の爬虫類にはあんまり焦点を合わせず、亀のみでガツンと取ってきたっていう感じで、でまあ亀の在庫で言ってもかなりね面白いものがいっぱいいるんで、まあ北海道の爬虫類マニアさん、あとはあの関東とかでもね、今度イベントビッグサイトでね、あのやられるので、その時にねリクエストとかあれば持ってきてくれるよっていうことだったんで、まああのなかなか安い亀ばかりじゃないんですけど、まあ面白いのがいっぱいいるんでね、ぜひね、リクエストがある方はどんどんリクエストして、買ってみてはいかがでしょうかっていう感じの、まあ本当面白いカメがね多いです。まあ本当最近はね金魚じゃなくてカメばっかりになってきてしまったんでね、カメを今度は布教するようなイメージで僕は YouTube をちょっとやってるんですけど、まあカメ自体がどんどんね買えなくなったり、まあ輸入ができなくなったりいろいろあったりしてね、かなり、そういうので新しく、なんていうんですか、亀マニアを獲得するのがすごい難しい時代になってきてるのかなとは思うんですけど、まあね、値段が高すぎるんで、普通に買えないよねっていうような話にはなってしまうと思うんでね。まあ、そう考えると、まあ、なかなかあの難しい趣味なのかなと思うんですけど、ただ亀はね、いいよねっていうところなんで、まあ、これからも継続してね。で、まあ、高かったやつが逆に安くなったりっていうのもあったり、まあ、安かったやつが高くなったっていうのもあったりね、いろいろするんで、あの、まあ、その辺でぜひ、まあ、高かったやつが安くなった人は、買えるんだったら買って欲しかったらですよね。で安かったやつ高くなっちゃったのはまあしょうがないんですけどね、それでも好きだったら買うべきなのかなって、まあ今が一番安いんじゃないかなと思って買うのが一番いいのかなっていうふうに思っています。そんな感じでね、あの北海道、僕は2度目の北海道で、やっとなんとなくね、あの地理感覚がちょっと分かってきたような感じで、まあ電車乗っててもね、あこれに乗ってここで乗り換えてっていうのはなんとなく見えてきましたんでね、まあお仕事の話も含めていろいろちょっと、こっちの方でねさせていただいて、楽しい夜を過ごさせていただきました。まあ、やっぱりあの食べ物がね美味しいっていうか、まあ、海鮮すごい美味しいですよね。あとは、まあ、本当いろんなお店があってね、まあ、ラーメンもちょっと食べたんですよ。ラーメンも味噌、北海道の本場のだから札幌の味噌ラーメンとかですよね。いやなんかあの普通のイメージした味噌ラーメンと味が全然違ってね、あこんな美味しいんだっていう感じで、で本当は川にちょっと行きたいんですけど、あの寝坊し、まあ、寝坊まで行かないですけど、そこまで余裕がある時間かどうかちょっと微妙なんで、まあ、ちょっとね行けるかどうか計算してみて、行けたら川をちょっと見てきてっていう感じでね、またハルくんがいないハルくん散歩になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ行けない可能性の方が高いかなと思ってます。そんな感じでね、北海道2度目で思ったよりあったかいですね。まあこっちの人から言うとやっぱ今日はあったかいよみたいな感じだったみたいなんで、ひどいと4度とかって日があったっていうんで、4度はちょっとしんどいぐらい寒いですよね。まあ、僕はあのツイッターの方にも載ってたと思うんですけど、あんな感じで下 T シャツで上ジージャンみたいなね、あの感じでうろうろしてたんですけど、まあ、暑くてジージャンすら抜いて T シャツでうろうろしてたりするんでね、あの脂肪の鎧がついてるんである程度寒くても大丈夫なんですけど、4度はちょっと無理ですよね。ということでね、北海道、まあ、魚事情っていうのはちょっと北海道の方は全然僕わからないんですけど、ただ、まあ、熱帯魚屋さんだったり金魚屋さんだったりね あるっていう話なんですけど、ちょっとまあ近くにはあんまないよねっていう話だったんで、まあ一軒ジェムさんのみでしかちょっと行ってないんですけどね。
札幌駅周辺にちょっとお話があったので、そこに来るっていうのが一番の目的だったんで、まあそこを達成してね、あとは今日ちょっともう一回話して帰るっていう感じですね。まあ乗ってる時間がすごい短いんでね、本当あっという間に着いちゃうんですけど、まあやっぱり前後がね、飛行機がやっぱ時間がかかるなっていう感じなんで、やっぱり移動にね半日以上かかってしまうっていうのがあるんで、そこがねまあネックなんですけど、ただ、乗ってる時間ね、ほんと1時間ちょっとで着いちゃうんで、まあ気楽に遊びに行きやすいのかなっていうふうに本当に思います。逆になんかイベントでよく見る顔の人たちをね、見てもね、なんていうんですか、北海道まで来て久しぶりに会ったっていうよりは、まあ月1ぐらいで会ってるよねっていうような感じの感覚なんで、そう、ただ場所が違うっていうね、まあ、面白いですよね。まあ、日本全国ね、いろいろ面白いところがあるんで、まあ、そういうところに行ったりしてね、楽しめるっていうのは、まあ、この業界を仕事をしてて面白いなって思うところの一つですね。そうなので、まあそこが楽しめながら美味しいものも食べれてっていう感じで、まあいい、なんですかね、2日間過ごせてるという感じですね。ということでね、そろそろちょっと、用意をして出ようかなっていうところなんで、まあ時間には全然間に合う感じで、まあラジオの方もね普通に、間に合う時間で、撮らせていただきました。まあ面白いカメ、そうですね、まあ赤耳もちょっと面白いのがいて、それも撮ったし、発光ガメはまあアウロ撮ったんですよね。であとはまあ水ガメ、ほんと水ガメばっか撮ったんですけど、あんまり最近もうね、まあ、売ってないよねっていうカメがいたりとかね、そういうのもあったんで、まあ本当に面白かったなと。あと爬虫類バーゴルゴーンさんにね、ちょっとお邪魔して、で、松谷元気社長を生き物を説明しながらお店を説明してくれるみたいな感じで、動画も撮りましたんで、そっちの方もね、一本、だ今日、明日とかですかね、多分お店の方先にあげると思うんで、お店、爬虫類ショップの方あげて、爬虫類バーの方を上げるようなイメージで、2本上げますので、まあよかったらご覧ください。まあ、あと北海道遊び行った時にね、ちょっと寄ってみるっていう感じができるのかなと思いますんで、まあその辺も含めて、ご利用いただけたら、まあ僕もね、僕の動画見てきたよって言ってくれると、すごいありがたい話なんでね、ちょっとでも助けになってね、お店の売り上げが、まあ、どこのイベントとか、まあお店もそうなんですけど、売れたよって言ってもらえるのが一番嬉しいんで、まあ、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。